加藤さん。でオリックスの時は、あの時イチローがおったやろ。オリックスじゃあ。な。俺行った時、オリックス行ってイチローが200本打ったんですよ。うん。だから小木さんが監督変わった時ですからね。そうそうそう。なんせわし記憶あるのはね、オープン戦の時にお前訪ねて行って、ほでロッカー一緒に上がって、うん、その時母さん、こう一郎ですわ言ってお前が言って、そういう記憶あるわ。うん、いやこいつすご、うん、すごなると思ったね、うん。すごいバッティングしとった、もう。だからバックスクリーンでもバンバン行くやんかね、うん、フリーバッティングで。一郎と何年やったんや。いやだから2年だけですよ。2年だけか。まあ、2年だけですよ、うん。2年目優勝したんですよ、あれね。優勝したんだけど2年目に自信ですよ。95年の神戸な、そうそう、2年目に地震で優勝したんですよ、うん、頑張ろう神戸のあれね、うん、あとイチローとのなんかそれ以外の思い出って何かあった？いや思い出、まあそうね、いやもうな、体がねめっちゃ硬いよねイチローって。ああそうなの。前屈なんかマイナス30センチぐらいですよ。もういけへんの。そんなに硬いの？そうそう、体めっちゃ硬いんですよ。ほうほうほう。でもあバッティングとかでね、なんか柔軟性とか関係ないなと思ったね、うんうん、だからいかに関節が柔らかいんやな、うん、そういうなんかね、うん、ほんとね、うん、まあ逆に言うなら芯がしっかりしてるかもわからんけどね、そのね、うん、柔らかないから、うん、だけどそうしてみてきたら結構いい選手やねと一緒にやったり見たり、やったやったの、だからね、それはね、はい、あれびっくりしたけど、うん、4番打っててね、次の日スタメン外れるとかね、うん、大木さんの時もこんなんええんのと思ったけどね、もう4番打ってたら次の日8番とかね、うんうん、大木さんってそういうふうなこと、そうそうなんです、結構いろんなことをやっとったけど、まあ、岡の時もそうしてやっとった、4番打って次の日8番とかあったんか。 あったですあったです。だからそうデータ、もう俺はデータなかったからね、あんまりだけど、うん、まあ、データっていうか相性ね、うーん、こんなん阪神でやったらマスコミにめちゃくちゃ書かれるなと思ったら、こんな、そうやな、でもまあそれが当たって優勝したからね、結局ね、うん、いやあの打順とかびっくりしたね。え、普段からでもおめえ大木さんはよう酒飲んどったやろ。飲んどん、俺一緒によう飲み行ったですよ、うん、俺あの選手の時からいつもあのコーチとかコーチ会議とかね、その後飲みに行くときは、うん、俺いつもお前もこう言うていつも飲みに行っとったやつも、大木さんの時は。いや大木さんとの思い出もいろいろあるけどやな、ね、大木さんもね、あれ最後あの、ね、2005年優勝した時ね、うん、京セラでね、あの交流戦ですよ、うんうん、であのメンバー交換、うん、ならまあ、みんな新番もおんのよ、おかあの終わったからどっか店予約しとけって言ってた。はいはい、わかりましたって、うんうん、そうやな、うん、あの人はもう人を出るんで、ね、うん、構わんかったな、うん、そこで飲んどって、でもあれ2005年は亡くなる年やからね、奥さんも、うん、あそうか、そう2005年の12月俺は優勝旅行の時に亡くなったからね、うん、野球での大木さんの教えとか何かあったかい？何にもないですよ。何にもないですね。だから、まあ、打順をね、ああいう考えられないようなね、うん、そのまあ、まずまずそれがね、結構当たるんですよ。うん、で、あの時はね、パ・リーグは予告先発やったからね。うん、でも、5回にね、明日の予告先発ピッチャー出たら、明日はもう俺休みやなとかね、ベンチでなんか。最初はそんなんやったぞ。だいたい大木さんの頃からやろ。今結構大田がコロ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 変わってもええようになったのは。でもね、ポケットにこう紙でね、結構書いてましたよ。うん、その相性というかみんなそれは。うん、やっぱとりあえずデータだけはしっかり持っとったんやな。それはひらめきだけではそれはやれんだろう。いや、それは無理です、無理です、絶対。まあ、まあ、そういうふうにして、影響を受けたり、ただ
単にその頭に入る影響だけじゃない、うん、いろんな経験の中でやね。いやだから俺もオリックス2年やったのは大木さんがちょっと若いやつ見立ってくれって言われて、あの、うん、あの現役辞めた時にね、もうあのオリックスのユニオン来たんですよ、うん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 、まあ2年ぐらいね、うん、そらひどかったからね、オリックスの2軍なんか、うん、みんな1割台よみんなもう選手もあの頃はおらんかったからね、うん、野手はいつもまあ10人か11人でやってるからね、うん、結局そんだけしかいないのかい、いないです、あの時もう全然いなかったよ、もうね。でもわしらがお前タイガース入った頃なんてそうや、まさしく、うん、ピッチャーがそのまま野手ままあのポジションないからおらへんから言うて二軍戦なんかそんなんでやった記憶あるしな。二軍のコーチも5人か6人ぐらいしかおらんかった。あ、そうなんかよ。ノムさんの影響っていうのは何かあったかい？いやーもう全くなかったですね。あ、そう。ただ一回も二軍の試合見に来ないですよ、3年間。あ、そう。まあ見に来ないです、見に来ないです。あのだから松井ヘッドが来ますけどね、うん、あの平曜日とかな、甲子園の時は。だから一回も来ないですよ。そんなんかい。そんなんも全然何。俺は話すは年に3回ですね。え、だから激励会とオールスター休みの合同練習とで農会。農会か。しかもまさかお前1軍と2軍の監督がやな、1年間に3回しか話せんっていうの。だってあの監督室も入ったことないですもん、あの時は。ああ、そう。もう呼ばれることないですよ、甲子園のあの監督室。甲子園ないです、ないです。あ、そうかいな。そんなの一切ないの。入れ替えとかでもね、うん、松井とかね、うん、ちょっとバッターね、A の位置なんか、俺はとにかく2軍監督になった時点で、うん、とにかく3年間は絶対2軍で鍛えよと、うん、ね、1軍からね、あれでもね、とにかく鍛えて4年目、3年して4年目ぐらいに、うん、やっとこう一軍でね使えるちょっとした戦力でなりうる力をつけさそうっていう、うん、みんなコーチにそれは言うてたんですよ、うん、なあ結局一軍が、ね、結局ねずっと最下位なわけだから、うん、なんか来るんですよヘッドがね、うん、電話から出て、うん、右バッター誰やとは言われて、うん、いや今関本調子いいですよ、うん、あそうかちょっと待てとか言われて、うんうん、なら帰ってきた返事が、あ野村監督に聞いてるんやろね、うん、関本ホームラン打てるんかって言うの。いやいやホームラン打てませんよそら、うん、ねえそらヒットとかね今打率もええしヒットで打てますけど、うん、ホームラン打てるの誰や言うの、うん、いや当たって遠くに飛ぶのは浜中ですかね、でも当たりませんよまだっつって、うん、2軍のピッチャーでもね2割そこそこで打てんし、うん、あそうかちょっと待てで勝ちが返事が、うん、浜中1軍上げろですよ、うん、えというと浜中も読んでもびっくりした、僕一軍ですか言うよ、うん、まあそりゃそう思うわ、あれは2年目3年目ぐらいですよ、うん、まだ二軍できっちり、ね、鍛えたろうと思ってんのにね、うんうん、だって自分でも分かるからなそんなものは、行ったらもうほら3つか4つ三振して、うん、もうしょぼくれて二軍まで帰ってくる、うん、で浜中が行くと関本はふぬけの練習ですよ、まあそりゃそうなるわな、俺違うの、うん、なんで浜中まして同級生やから余計そう思う、うんうん、そう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 、あこれは俺はもうあかんわと、うん、それ3年、まあ、例の一件で野村さんはやな、うん、あの飛んだわな、うん、その後センサーになったわな、うん、その時からどういうふうな流れが入ってった。神様の結婚式ですよ、あの時にね結婚式の最中にあの従業員エレベーターで上行ってね、うん、みんな新聞記者いっぱいおるからさ結局ね、うんうんうん、あの結婚に来たんですよ、ちょっと顔だけ出して、うん、で帰ったらフリーして、うん、で上のホテルであの部屋で待ってたんですよ、うん、それで俺あれ誰やったの、本間さんか、うん、本間さんと一緒にその部屋行って、うんうん、で俺監督やるけど言ってね、お前助けてくれみたいな話でね、うんうんうん、あの時の第一声は、いや島ちゃんはお前も知っておるけどあれけど、バッティングで田淵呼ぶけど、うんうん、いやお前心配せんでええから田淵には絶対監督させんから言うたもん。最初の第一声がそれやったね。ほんで千さんと、何年やった。俺は1年ですよ。千さんだって1年目は俺二軍監督ですもん。そうやもんな、優勝の時に俺サードコーチャーで上がった、うん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 、
俺、まあ、あの時は島ちゃんがおったもん。だからそんな全然俺もそうやな、全然あのだからコーチもバラバラやったでしょ、うん、だからあれにね西本さん来るわ、うん、ねえ、まあ、その前佐藤義さんでしょ、うん、で立川も来たわな、来るしね、うん、まあ俺は知っとるけど、うん、一緒に野球やったことないもんね。たっちゃんも監督経験してるし、田淵さんも監督経験してるしね、みんなそのなんか、うん、なんか、うん、バラバラよ、コーチなんか。そう、コーチ会議も全然なしか。コーチ会議なんかあれへんすよ。ないわ。だから俺、あの、俺はまあ、スタートコーチは守備コーチじゃないですか。うん、俺、スタメン全然知らないもん。あ、そう。アナウンスするまでスタメン知らないですよ。そんなんか。そんなもん、工事会も何もなしですよ、そんなの。いや、マジでないのか。マジないっす、ないっす、そんなの。あれ、田淵さんがスタートミーを持っていくだけです。あの、甲子園の時も。しかし、あれの、こう考えたら。それでも優勝できるんですもんね。な、優勝もするし、勝てば、え、マスコミが、そう。100倍、1000倍のような、超人気に書くし。何にもなかったですね。うん。横田慎太郎、ますます元気です。チャンネル登録、よろしくお願いします。